こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングボスト92021ライブ配信始めていきましょう。Twitch で配信を行っておりますので、ぜひアカウントのフォローお願いいたします。YouTube 2日後にの21時にプレミア公開アーカイブ配信予定です。旧 Twitter である X のアカウントのフォローもぜひお願いします。では始めていきましょう。2008年7月4週ですか。次が8月1週ですね。エディリードステークス天のシャメール一番人気となっておりますが、103しかないのか。これ絶対とは言い切れないです。3か。しかも追い込みですからね、届くか不安がありますね。レース、あ、レースじゃないや。エディリードステークス、しまった。国際重賞競争を伝えします。実ですからね。発想です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。ダイジェストに、本来ダイジェストで見せるはずですが。前に来そうです。サクセスイヤーズ、それに続いています。それでは先頭から先手を取ったのはストリーミングキャリコ。この辺りで最高峰ですね。かかります。アルセアゲッター、上がっていきました。内からはキップデビル、これに続くのがスキップオプアート、その隣にオールフウェストシリウス、サクセスイヤウェイグローブ、ピンクの帽子、ドラマパーティング、その後ろ間が空いてガンエクセラー、並んで5番チクアンドフライヤー、最後方に天のシャメール。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。キップデビル、アルセアゲッター、ほとんど差がありません。間を挟んでオールクウェストシリウス、3番手10番天のシャメール、まだ後ろちょっとコース取りが日本と世界意地のぶつかり合いだ。糸抜け出しちゃってますね、キップデビル。これはちょっと届くのは厳しいんじゃないかな。後方から一気に天のシャメール、2着がいいとこか。キップデビル1着、キップデビル完勝。2着は天のシャメール、3着にスキップオプアート、勝ったのはキップデビル、見事な勝利です。仕方ない。さあテストステークス刀春日、これは G1 です。さあ一番人気でちょっと厳しいかな。100レーティング的にもまだまだっていうとこでしょうしね。まあ頑張ってほしいところです。さあ先方変えられますが、どうしようかな。差し行ってみるか。でもな、短距離戦だからな、まあこのままで行くか。ダイジェスト、スタートは競馬場 G1 テストステークス、3歳限定ダート 1400m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本お、でも先頭に踊り出ようとしてるよ、刀のある日。頑張れ頑張れ。追い上げてきた。インフォームド内から来ている。どうだ、いや抜け出した。勝ってくれました。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。刀の春日、まさしく日本が世界に誇れる馬です。僅差ですが、この勝利は大きいですね。初の海外 G1 勝利、ガツンと。まあこれからの馬です。まあこれ、まあ通過これからっしょってわけですね。ハスケル招待ステークス、スマートハルコンですね、一番人気。117、一応トップではあるけどな、もっと差つけてほしいよね、欲しかった気はする。レース行きましょう。モンマスパーク競馬場 G1 ハスケル招待ステークスダート 1800m です。
こちらアメリカのモンマスパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。さて何が行くのでしょうか。ウォーターウェイシティーズ前に行きそうです。オックスフォードムービーそれに続いています。前に戻りましょう。先手を取ったのはコモンズグルーヴ赤の帽子オープニングバッサー。なんか先行争い激しいですね。サニーズフェンスこの馬もこのグループエアボンアボルダージそのうちに続いています。その外にディスクワルツ並んで漆黒の馬体ダタラスマートハルコンいい位置です。好位ではあるがーーちょっと先行争い巻き込まれてる気もする。すぐ後ろ内からはアスリーパーセントさらにはウィルビートリストラムその外からアムールクリスマスすぐ後ろにメロークローバーしんがりからアライルバーテックスこの辺りで各馬第3コーナーの足を使ってなきゃいいんですけどね。先頭が変わりました。サニーズフェンスまだ粘っています。だったらほとんど差がありません。間を挟んでコモンズグルーヴ3番手スマートハルコンまだ動きません。さあここで仕掛けていったスマートハルコンこれは勝ったのかな。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭に踊り出ましたね。先頭はスマートハルコン2馬身から3馬身のリード、いい流れだ。後続は遥か後方ぶち切った2番手はだたら後続は大きく離れました。圧勝です。圧倒的な強さを見せました。2着はオープニングパッサー3着にウィスクワルツ世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。スマートハルコンまさしく日本が世界に誇れる馬です。いや横綱相撲でしたね。これで3つ目の G1 タイトル。そして中京2歳ステークス、これはオープン特別か、凱旋白プランのみ出ておりますが、ちょっと厳しいかな。有力馬であんまり出てないかな。飛ばしましょう。あれ中京2歳がない。さあ、福島テレビオープン凱旋セネカ2番人気となっておりますが、本紙は本命ですね。他も20丸2つついております。1番人気は当選馬道ダイジェストいきましょう。福島をオープン特別福島テレビオープン芝 1200m 電撃戦です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。凱旋セネカ先頭後続も横いっぱいに広がっている。大激戦鈴鹿コーズウェイ抜けた。2番手はテムズエンペリー先頭は鈴鹿コーズウェイ1着でゴール2着にはどうやらテムズエンペリー凱旋セネカちょっと待ちましたね。鈴鹿コーズウェイ当選馬道完敗です。着外に沈みました。車内のなんか服多いな。中京記念です。天の千の風登場一番人気ですね。クラブは混合力士王や凱旋気合団を登場してまいります。千の風はまだ3歳なんですよね。で2番人気は東証シロッコ。ダイジェストいきましょう。中京 G3 トヨタ賞中京記念芝 1600m をマイル戦です。4コーナーをカーブしてさあこれからです。混合力士を先頭1馬身から2馬身引き離す。エルスターダストはどうだ。横に広がっているぞ。残り 200m 大隅グラスワン追い上げてきた。一気に凱旋気合だ並んでゴールイン。凱旋気合だだ争いは接戦になりました。大激戦のゴール前これは写真判定です。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。いや外を差し差し返してのか。大隅グラスワンが大隅グラスワンですねこれ。あいや凱旋気合だ勝ってるやん。千の風は6着でした。伸びなかったですね。雨だっていうのもあるんかな。函館記念ちょっとこれは飛ばします。天の花盛り
海外ばっかりですね。 6レース6頭出走です。カタハフィーやりましたね。あ、サイド来た、サイド来ましたね。では牧場でサイドがさらにどんどん建築を行っていきましょう。今週はですね、まあヨークセールですが、その前にちょっとローテ確認しておきましょう。ちょっと調子が悪い。あ、休んでんのか。金引きではウッドウォード。ちょっと勝ちたいや不安ですね。ホイットニーステークス。これ指示とかやっても、引きずらコマンドないからな。キングジョージ。桜は8月5週のヨークシャーオークスですが、ちょっとやっぱり調子不安を抱えております。どうしあげたろう。金シャサですね。金シャサ14勝か。なかなか勝ち身に遅いレースですが、馬の気持ちいい。エルムステークス、これでいいのかな。まあ、なかなか勝ってないんで勝ちたいですからね。これでいいんじゃないかな。その実績は最近いいですね。というか一応発祥してますが、地方も入れて発祥じゃないか疑惑があるんでね。ジュピター4勝ですが、なかなか勝ち身に遅いレースになっております。さあどうするかですね。16の2700、この2700。ああどうかな。ここは軽そうだな。こう出してみるか。セカチュアバレリーナ、セカチュアの急勝か。アイポッドが10勝上げてますね。まあ強い。アミーは今週ですね、急勝か。ブログ、今6勝です。まあ、でもまだ4歳ですし、覚醒なんで、これからの馬でしょう。本当には遅めですが、まだまだ勝ち身に遅く鍛えないといけません。着歌はなんかすごい勝ってんな。でも2勝ですね、まだ G1 は。まあ遅めなんで、そんなにこれからでしょうね。想定内もこれは勝ち身遅いよなっていうか、ニュージーランドトロフィーぐらいか。
小泉が9勝。なんせ海外でも大活躍ですからね。まあそういう意味ではスカーレットも10勝ですからすごいです。ついにやったがあと2勝ですか。2連勝してますからね、ここは勝っときたい。ハルも最近勝ってきました。4連勝上げております。さあ次です、スマートハルコ。このレースは勝つことができましたが、なんかすごい疲労が溜まってるんですよね。困ったな。ちょっとそんなに休めないよな。9月、8月募集、10月以降だな。まあ、とにかく勝つことを目標に走らないといけません。まあ、この辺はゲド戦記も同様ですね。そしてオーケンブルース・リー、早く重賞を取りたいところですが、さあ3冠を狙う天の椿、デルマオクスに挑みます。まずは春日はついに G1 取りました。性格が臆病なんですよね。これがどう響くか。1003の1700のダートか。だからこれだと距離が長いんですよ。なんでこの辺のレースってことにはなるじゃないでしょうか。でジョッキーは武豊で、まあちょっと海外ではつらかったので立て直しですね。そしてキャキャは逆に海外初挑戦、のど合いを改善しましたしね。この状況でどこまで頑張れるか。三上がどうするかですね。勝つことは勝ちましたが、そのまま札幌2歳に行くのか。マイルなんで、これ行ってみますか。武豊で、その代わりこれは出さない。で、花盛りが今回新たに入ってきましたので、これ芝田と両対応ですね。福永騎手なんだ。じゃあ福永騎手出戦にしましょう。福永騎手もう32歳なんですね、気がつけば。ちょっともっと若い人の方がいいかも。誰がいいんだろう。藤岡騎手もいいんじゃないでしょうか。柴田大地とか、でこの状態でセールに挑ませます。はい、これねうちの馬だけなんですよね。
まあシーツ馬は売らないからな。大量に売却ですね。しようかな。トゥーザビクトリーの0歳ね、安ければね売らないんですけどね。ね、つくからな。つく馬はみんな売っちゃいたいですよね。占いシーキングザパールマッチャーぐらいかで、シーツが3頭なんで6頭になっちゃいますよね。まあ仕方ないですけどね。まあそうなります。まあ、あとは海外馬ですよね。は金札が最高か。ダノンシャーク前線満的な感じはありますよね。ダノンシャークはリアルインパクト。なんと3歳で安田記念を制覇しちゃったんですよね。あ、これいいじゃないですか。ラウダシオンなの制覇して面白いかもしれないですね。リアルインパクト。そしてグランプリボスはどうなのか。メチケマイルカップか。安田記念2着とかマイル2着とかはいいですけどね。テスコボーイ系か。面白そう。グランプリボス、グランプリボス買ってみますか。はい、そうですね。爆心王ってテスコボーイ系ですからね。ダメな、もう庭先で買うしかないな、牝馬を。そうそうかな。まだ引かない人いるのか。ほい。OK です。グランプリボスが買いましたね。社内の生産馬です。あ、まあ、うちが大体、そうか、牝馬って買っちゃってるから。なのか。おっと、アイモードの08、ジャパンに買われちゃってるよ。よくないな。
よくないんで。かわせず。これは良くない。で、ハイモードを売る。若月さんを、で、誰だっけ、馬主の若月さん、若月さんってどんな人だったっけ。なるべくもう吉野ファームには渡したくないからな。え、誰、なんか調教師も見えなくもないが、ピンクカメオとか、まあ社内の馬多いよな、やっぱり。シーツ1をいろいろ抱えてますね。ゆき、みんなボロボロですね。有力馬の一頭か。MP級はロレルゲレーノか。さあ、ホスターデーブハンデ、天の着歌ですね。は、一番人気。着歌126持ってます。110を超える馬は他にいないんで、これはしっかり勝ってほしいところ。頑張ってほしいです。レース行きましょう。サートワ系はジョージー1、ホスターデーブハンデ、芝 1700m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。さあ、そう、今音を小さくします。前に行きそうです。そうそう、勝負どころかな。いきましょう。先頭、外から天の着歌。いいですね、着歌。天の着歌、先頭だ。後続を大きく引き離しました。後続の足はどうか。ちぎり。2番手はノービズライクショービズ。天の着歌、1着。天の着歌、完勝。2着はノービズライクショービズ。3着にレイバーや。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の着歌、まさしく日本が世界に誇れる馬です。ジュアン3連勝ですね。ダイアナステークス、アマナハウルです。1番人気。勝ちを積み重ねてほしい。
130ダントツではありますが、気になるのはやっぱりバカレですよね。他ナインサーブ、さあこれらの相手と戦いますレースです。サラトガ競馬場 G1 ダイアナステークス芝 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。まずは先行争い、何が行くでしょうか。アンサリングパーク前に行きそうです。ナインサーブそれに続いています。さらにはヌーベルエリー G1 馬カタミアスタンプその後ろ、この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。ナインサーブ先手を取りました。少し開いてベリーアライブギブブースターすぐ後ろ、その外にバカーレラブプリメラそれに続いています。並んで G12勝プレザントバドミントン、その外からカリビアンバチアシェイクアウェッジそのうちに続いています。アマノハウル後ろから緑の帽子ベンチュラその後ろ、シンガリからマリーノジャネット、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 G13勝ナインサーブ依然として先頭。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はナインサーブ、2番手はバカーレ、間を挟んでナブプリメラ、3番手アマノハウル。この位置から届くのか。後続上がっては来てますけどね。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地の持ったまんま、ここで先頭に立ったバカーレ、外から勢いよくアマノハウル、あと 200m アマノハウル、さあどうだ。2番手はバカーレ、アマノハウル抜け出しました。アマノハウル強い強い、アマノハウル圧勝ゴールイン。2着はバカーレ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アマノハウル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。勝ちましたね、名体。 G1 5連勝となりました。いいえ、いいえじゃない、はいです。キザレベルアップ、クイーンエザベス、キングジョージか、天の世界花、なんと1番人気は135持ってんだ。でもライバル馬がやっぱりキングジョージだから多いですね。そんな簡単に勝たせてはくれないってことなんでしょうね。そんなに強いようには見えないけどな。レース行きましょう。アスコット競馬場 G1 キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス芝 2400m です。ヨーロッパ競馬夏の総決算、キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークスを迎えました。今年も各国から名馬が集結、まもなく発走です。スタートしました。アーティクルスピーチ、これはコースタート、まあ五分かな。ダッシュよくアーティクルスピーチ行きました。続いて前へ行くのはベイブンズパス、エフィシエント、どうやら後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはアーティクルスピーチ、すぐ後ろにソルジャーオブフォーチュン、その外にスイーズデザイン、その後ろにサンシリアンドローン、その外からデュークオブマーマレード、その隣にニューアプローチ、レイブンズパス、この馬もこのグループユームザイン、それに続きます。並んで15番、リテラと内からはコンデュイット、これに続いてシクスティーズアイコン、その外にエフィシエント、赤の帽子シャンゼリゼ、その後ろショッキング、すぐ後ろグランディシャーミー、それに続いています。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。天の世界の花最後方、ここからどういう競馬を見せるでしょうか。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。10番、アーティクルスピーチ、依然として先頭、すぐ後ろにソルジャーオブフォーチュン、これに続くのがニューアプローチ、そして大きく離れてレイブンズパス、この位置です。その外にデュークオブマーマレード、先頭は依然としてアーティクルスピーチ、まだ粘っています。2番手はソルジャーオブフォーチュン、ニューアプローチ、さあ上がっていった。
最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。アーティクルスピーチ。ああ、馬群にちょっと揉まれているぞ。さあ、先頭に立ったのはニューアプローチ。内からソルジャーオブフォーチュン。伸びないな。ああ、これ詰まってる完全に。ソルジャーオブフォーチュン必死に追いすがります。後方から一気にシャンゼリゼニューアプローチ一着、二着にはどうやらシャンゼリゼニューアプローチ、ヨーロッパ二冠制覇。これで残すは凱旋門賞のみ。ヨーロッパ三冠に王手をかけました。わ、ひどい結果でしたね。なんと13着。ノリー金量、本当に金量のせいなのか。グッドウッドカップ、天の玉ちゃん一番人気、長距離戦です。125か、ちなみに113がイエーツですね。直接のライバルとして立ちふさがりそうなのはで、ビュード、アスクあたりかな。イエーツは逃げ馬です。さらに前が有利な展開になるんで、逃げ切りの可能性もあります。果たして天の玉ちゃん捕まえられるか、レースです。グッドウッド競馬場 G1 グッドウッドカップ芝 3200m 長丁場です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アイドルレドゥーズ、コースタートは、まあ、まずまずかな。ダッシュよく飛び出してアイドルレドゥーズ鼻に立ちます。その後ろからはライトオブパッシジ、この馬も上がっていく構えです。さらにはサイクルグローブ、15番バッジオブカメリア、その後ろ先手を取ったのはアイドルレドゥーズ、これに続いてイエーツ、その後ろからはスープミリオン、黄色の帽子オリエンタルトム、その後ろ内からはアスク、間が空いてミンクレース、後ろからの競馬になりました。天の玉ちゃん、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その外にイーディクラフティ、その外からパーダルレナウンス、アスベリークオリティ、そのうちに続いています。その隣にパワーユナイティ、大きく離れましたビュード、内からはブルーミングジュールズ、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。 G1 4勝イエーツ、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、少し間が空いてサイクルグローブ、アイドルレグズ、すぐ後ろ先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。そして大きく離れてミンクレース、この位置です。その外にライトオブパッシジ、その後ろにアスク、その後ろにバッジオブカメリア、その後ろにイーディクラフティ、並んで9番オリエンタルトム、内からはパーダルレナウンス、パワーユナイティ、それに続いています。並んで10番スープミリオン、天の玉ちゃん、この位置です。これに続くのがアスベリークオリティ、先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です、うん、すぐ後ろにブルーミングジュールズ、しんがりからビュード、もう一度先頭から3番イエーツ、依然として先頭2馬身から3馬身のリード、少し離れてサイクルグローブ、続いています。並んで14番アイドルレグズ、そして大きく離れてバッジオブカメリア、この位置です。すぐ後ろにナイトオブパッシジ、内からはミンクレース、すぐ後ろにアスク、オリエンタルトム、それに続きます。並んで11番イーディクラフティ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。すぐ後ろにパーダルレナウンス、前はイエーツ、イエーツ、さらにリードを広げました。2番手はサイクルグローブ、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか、日本と世界意地のぶつかり合いだ。お、一気伸びてきましたね。さあイエーツを捕まえられるか。アドバンテージをキープ、後ろはどうか。いや、天の玉ちゃんの伸びがすごい。強い天の玉ちゃん、圧勝ゴールイン。2着はイエーツ。世界の直線一騎とはこの言葉を言う。天の玉ちゃん、まさしく日本が世界に誇れる馬です。グッドフトカップなんと4連覇。え、何歳になったっけ。7歳か。4歳から勝ってるってことか。毎年ここを狙っているってことですよね。すごいよな。
さあ、ナッソーステークスです。天の小泉一番人気128、サルカバが120、他ダルジアが115、114、まあ絶対とは言えないですよね。ナイトイレノアまで、あと金量も気になるところです。やっぱり牝馬で60キロ背負うのは辛いですからね。一方3歳であれば56キロでこれ過ぎます。そういう意味でザルカバには有利な展開と言えるんじゃないでしょうか。レース行きましょう。グッドウッド競馬場 G1 ナッソーステークス、芝 2000m です。さあ、吉田豊が鞍上です。他のジョッキー、武豊 C だけじゃなくて他のジョッキーにも海外経験を積ませる必要があります。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ビショップセット、コースタート、ダルジナ、この馬もコースタートを切りました。ペタードヌーベル前に行きそうです。ビショップセット、それに続いています。さらにはインプモナーコス、最強女王天の小泉、その後ろインプモナーコス、先手を取りました。内からはプレミアムカナリナ並んで G12勝、ダルジナ、すぐ後ろにメローレルム、ナイトエレノア、すぐ後ろその外からザルカバ、黄色の帽子、ロンディーストーマー、その後ろルビークォーター、それに続いています。すぐ後ろにセカンドマーチ、その隣にガルフスリッパー、すぐ後ろにサンドロップナイン、その外にテンダートレイルズ、最後方にラッシュラッシーズ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース。声つけてますね、天の小泉は。結構前にいます。これがどう響くか。12番インプモナーコス、依然として先頭、さらにはダルジナ、これに続くのが60キロですからね。なんせだからこそ前に行きたいっていうのも分かりますが、さあでもなかなか馬なりで上がっていってますが、ちょっと出し抜かれた。長い直線、ここからどうか。日本と世界、意地のぶつかり合いだ。残りの厳しい。さあ、先頭は今度はザルカバ。ザルカバにやられた。ゴール前、最後の攻防。二番手は金量かな。ザルカバ一着でゴール。二着は天の小泉。三着にダルジナ。勝ったのはザルカバ。見事な勝利です。惜しいな。キザレベルアップです、吉田豊。サセックスステークス、マナミーゴです。一番人気133、ラモンティが立ちふさがります。130、さあ福永騎手がマナミーゴには乗っております。経験を積んでほしいとこです。レースです。グッドウッド競馬場 G1 サセックスステークスは芝 1600m のマイル戦です。こちらイギリスのグッドウッド競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ザガーデンルーム、スタートミスったかな。まずは先行争い、何が行くでしょうか。エレクトロニックジョシュは前に行きそうです。でもちょっと巻き返してはいますよ。さらにはウィークエンドハスラー、13番オーバーステートベロラ、その後ろウィークエンドハスラー、先手を取りました。その外にザガーデンルーム、カーネルマラブー、そのうちに中断ですね。内からはオデッサフィールド、その外からスパイラルシュタイン、アマノアミーゴ、いい位置です。すぐ後ろにタイニーマージン、アコボーイ、すぐ後ろさらにはマジックジャッジ、その隣にギャラントスーパースター。さあコースが空いてくれればいいんですが、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。これに続くのがオードインデスクリション、最後方にビスクフォールド、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。さあ先頭は依然として G12 勝、そうそう仕掛けないと。
ここで先頭が入れ替わりました。やばいな、ラモンティがいい勢いでスパートしていく。これかすな、難しいな。残り100メートル、2番手はアマノアミーゴ、ラモンティ先頭だ、完璧です。アミーゴやられました。2着はアマノアミーゴ、3着にリベリューアルファベット、勝ったのはラモンティ、見事な勝利です。いくら金札確定してるとはいえ、勝ちに勝ちににくいですね。クイーンステークスです。クラブはテンオプリキュア登場ですが、印はついてますね。じゃあ見ましょう。ザレーマ3番人気ぐらいまでかな。アルキーバラットダイジェストです。札幌 G3 北海道新聞杯クイーンステークス、牝馬限定芝 1800m です。短い直線に入って後続は届くかどうか。テームプリキュア先頭、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。さあさあ詰まってくるが、ジョリーダンス、ジョリーダンスだ。ジョリーダンス1着、2着はテームプリキュア、3着にテームプリキュア惜しい。見事に勝ちました、ジョリーダンス。これはちょっと人気薄ですね、ジョリーダンスは。いやそんなことないか、4番人気か。さあアメリカ2頭、カチタンヤとゼニアッタ、あとエルムステークスとレパードステークスにダートです。ダートだったかな、それぞれ馬が出走いたします。クーター放牧ですね。ダイアナはこれであと2勝となります。次は天皇賞秋というところ、ちょっと調子が落ちてるんですよね。そこは気になるとこです。 2000m はベスト距離なんで、これはこれでいいんですけどね。どうするかな。8月を5周で1周放牧した後に9月、10月の頭だろうな、うん、出してみるか。ちょっと武豊かね。で世界に花はちょっと惨敗でしたね。ジュベルハッタに勝ったりをしたから良いと思ったんですけどね、世界の花は。ということでオールカマーですね。セックス惜しかったな。急勝か。まあまあ福永に任せます。でもやっぱ海外経験積ませたいですよね、馬のアミゴには。あと10月の一周で、この辺かな、まあ、もしくはこれしようとかもういいんですけど、まあここで行きましょう。シャメールがエディリードステークス2着、まだ G1 取ってないですからね。まあ G2 でも、まあでも惜しかったかな、悪くはないけどな。
グランプリボスか。注目度低い。したいんや。サザエ誰と戦か。まあネクスト。ホイットニーステーク様の勝ちたいんや。5番人気。いやー、さすがに厳しいかな、このレースは。カーリンがちょっと強すぎます。逃げではあるんですけど、先行策取ってみるか。ダイジェスト、サートワ競馬場 G1ホイットニーステークスダート 1800m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。コメンテーター先頭、しかしその差はわずか。ダメですね、伸びないです。残り 200m を通過して先頭は変わってカーリン、2番手はコメンテーター。あ、でもまあ3着ですからね、先頭ではある。コメンテーター、勝ったのはカーリン、見事な勝利です。5番人気1社3着と勝ちたいんや、まあ、意外と検討はしましたね。クレメントエルハッシュステークスゼニアッタ、これは1番人気。パンテレーナ、ドリームミングオブアンナやがライバルかな。パンティレードぐらいかな。レース行きましょう。デルマー競馬場 G1 クレメントエルハッシュステークスダート 1700m です。ゼニアッタまだ金札の権利を獲得しておりません。ここで、G1 の勝ちの数を積み上げたいところです。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い、何が花に立つでしょうか。花を切ったのはドリーミングオブアンナ、続いてヒューモアメイク、この馬も前へ、さらにはアンティレイド、6番ウェイトアファイル、その後ろドリーミングオブアンナ先手を取りました。これに続くのがジンジャーパンチ、すぐ後ろにクライドローン、ピンクの帽子ヴィーナスコモドール、その後ろマシーンデザイン、そのうちに続いています。その外からオフショアソルト、並んで G1 馬ゲーニッヒヒスパール、ウェルクイーン、それに続きます。その隣にココアビーチ、ジョスアドラーブル、それに続いています。最高峰追走はゼニアッタ、果たしてどのあたりから仕掛けるでしょうか。ちょっと嫌なあの団子状態の最高峰ですね。2番手はアンティレイド、マシーンデザイン、3番手伸びる間があった、ちょっと届かないかもね。ゼニアッタ追い上げていきます。さあ先頭はドリーミングオブアンナ、最終コーナーを、さあしかし捕まえにかかって、もう早くも先頭に踊り入れた。ゼニアッタ先頭、引き離しにかかる。残り 200m を通過して、後続はまだ後ろ、これ強いわ。2番手はアンティレイド、後続はやりました。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はアンティレイド、3着にジンジャーパンチ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ゼニアッタ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。いいえ、さあ札幌日経オープンクラブ馬凱旋駅中、3番人気。人気はブラックシェルですね。他に西のスペシャルあたりも人気。
ダイジェストです。札幌オープン特別札幌日経オープン芝 2600m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。西野スペシャル先頭、2馬身ほどのリード。しかし後続の手応えもいい。西野スペシャル先頭、西野スペシャル、西野スペシャル1着、2着はオリーブトースト、3着に凱旋駅中、見事に勝ちました。西野スペシャル。さあレパードステークス型のフェイト登場。クラブは凱旋ハンカチが1番人気です。型のフェイトはなんと11番人気。ちょっとこれは厳しいか。海外から帰ってきたばっかりですね。あとサクセスブロッケン、エスパールシチ、シビルウォーなど、まあ、歴戦の勇者が型を揃えております。2円は3頭いるんでね、後ろ馬は有利な展開だと言えるところが型のフェイトにとっては救いかな。ダイジェストいきましょう。新潟3歳 G3 レパードステークスダート 1800m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、スパルシチ先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。あと 200m サクセスブロッケン追い上げてきた。サクセスブロッケンかわす。サクセスブロッケン先頭だ。サクセスブロッケン、サクセスブロッケン1着、2着はエスポワールシチ、3着にキビルウォー、見事に勝ちました。サクセスブロッケン凱旋ハンカチは惨敗ですかね。なんとか掲示板に入った凱旋ハンカチ、その次に、型のフェイト6着でした。今のところこれがやっぱりこの馬の力って言えるのかもね。エルムステークスです。1番人気山の気持ち、そしてもう一頭4番人気山のエネループがつけておりますが、山の気持ちがグリグリですね。2番人気はアジュディ・ミツロウ、3番人気ブルーコンコルドとなっております。さあ、アマオレエネループは先方変えられます。差しでいってみましょう。ダイジェストです。札幌 G3 エルムステークスダート 1700m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。天の気持ちいい先頭、後続大きくちぎれました。2番手はバミリアン、天の気持ちいい。この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はバミリアン、3着に天のエネループ。これが世界の実力だ。天の気持ちいい。59キロですがレコードです。エメループは3着、なんとか馬券圏内までは入ってきました。さあ8月の3週になりましたね。3頭出走、 iPod ハニカミ想定内。さあまず勝ちたいにはホイットニー3着でした。まあ晩成だからな、勝てるレースに出るのがやっぱり一番だろうな。ちょっと疲れが溜まっているな。一回休ませてから立て直しっていうとこですね。続いてゼニアッタです。これであと1勝リーチがかかったってことでいいのかな。そうですね、地方交流住所は取ってませんから
ゼニアッタ、4歳にして早くもリーチかかっております。もう一走走れるんですよね。1700の2100。あ、こういうレースとかペーソナいますけどね。出しときましょうか。細田、ゼニアッタ、フェイトが6着か。まあ立て直さないとダメですね。問題は疲れだよな。2100全然いいんだけどな。ちょっと調子厳しいよな。だからもっと後をレースに出さないといけません。10月1週以降だよな。こっちはこっちじゃなくてリリースプレリュードかな。そういう意味ではキョンチーがエルムステークス勝ったな。2勝か。前線マンだけどちょっと走らせてあげたいよな。まあでもこれも10月を1周以降か。距離適正は結構幅広いんですよね。9月4周だったら、あ、9月4週はレースがないのか。あとはこの王様アゲインだけどゼニアッタがいるからな。これは3歳は色あるんだよな。さあエネループはどうするか。スパーキングレディ勝ったばっかりだからまだまだだろうな。まあ覚醒タイプなんでしっかりこれは堅実に走ってもらいましょう。オープン特別でもまだいいぐらいだしね。これは何？ダートか。ここでもいいんですけどね。シリウスとか瞳閉じてがいるんだ。フェイトと勝負は避けたいな。ラジオ日本賞かな。おっと武豊かダブル、タマちゃんに武豊が乗る予定だった。
タマちゃん、タマちゃんってもともと誰が主翼ジョッキーなんだ？主翼ジョッキーは決まってない。武豊なんだな。まあ横乗り乗ってもらいましょう。さてと、使ってみるかと思ったらダメだ。まだ8月だから使えないんだ。ルーラーシップ、オーライト。iPod 最高峰、最有力か。マルカシェンコ想定内は2番手。気持ちいいがイルムステークス勝利となりますね。じゃあ行きましょう。ネクスト、アマナイポッド1番人気はソードアンダンサーステークスです。なんとアマナイポッド140になりました。キングスドラマ114なんでちょっと話にならないかもね。ではレース行きましょう。サートア競馬場 G1 ソードダンサーステークス芝 2400m のクラシックディスタンスです。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはケアミスペール。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくケアミスペール行きました。続いて前へ行くのはファイティングスティール。さらにはキングズドラマ14番シーホーネット。その後ろ先手を取ったのはケアミスペール。少し間が空いてステートイラストリアス。その外からオールクウェストアーティカナ。その隣にオークサルベージ、アマノアイポッド。この位置です。並んで3番パーマリーノ、ウォーターウェイキネマ。すぐ後ろさらにはエイリーズドラブ、ピンクの帽子、中段ですね。オーマルハウトヴィンテージ。その後ろウエスタースワーブ。そのうちに続いています。最後方にサートンビレッジ。各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。この辺りで各馬第一コーナーのカーブに入ります。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。もう一度先頭から4番ケアミスペール。依然として先頭、2馬身から3馬身のリード。少し開いてファイティングスティール。これに続くのがオールクウェストアーティカナ。すぐ後ろにステートイラストリアス。その外にオークサルベージ。並んで栗色の馬体、シーホーネット、アマノアイポッド。いい位置です。内からはキングズドラマ。その後ろにウォーターウェイキネマ。その外にエイリーンズアドラーブル。並んで漆黒の馬体、パーマリーノ。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてケアミスペール。2番手はファイティングスティール、オールクウェストアーティカナ。3番手最強王者、アマノアイポッド。まだ後ろ。この位置から果たして届くかどうか。日米王者意地のぶつかり合いだ。強力な伸び足。先頭アマノアイポッド、先頭引き離しにかかる。残り 200m。 2番手はウォーターウェイキネマ。後続は大きく離れました。アマノアイポッド圧勝です。段違いの強さです。2着はウォーターウェイキネマ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノアイポッド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。11連勝100、レーティング140なの分かります。エビーナ騎手しっかり海外実績を上げていこうということですね。フィニックスステークス、アマノハミカミ一番人気です。106、これは混戦ですね。2歳のレースだ。ハミカミが海外の G1 に挑戦。ちなみに G2 だっけは完勝でしたよね。それだけに
この時期でもう G1 制覇期待できます。レース行きましょう。から競馬場2歳 G1 フィニックステークス芝 1200m 電撃戦です。こちらアイルランドのカラ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはオーバースケートアイッセトラムクラウンズ。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくトラムクラウンズ行きました。続いて前へ行くのはオーバースケートアイッセ。それでは先頭から先手を取ったのはオーバースケートアイッセ。その外にトラムクラウンズ。直線競馬ですね。ルーシブウェーブプレデントガラーシャ。日本馬にはあまり向いてないんだよな。そのうちに続いています。その外からクラウンスリート赤の帽子アマノハニカムいい位置につけました。アライブドボンティッド悪くはないけどなハニカミね。さあ追い出したハニカミ。残りあと 400m 長い直線内から来ているのはなんだあれ。意地のぶつかり合いだ。残り 200m を通過して頑張ってはいるがマスタークラフツマン2番手はアマノハニカミマスタークラフツマン先頭だ。マスタークラフツマン2着か。2着にはどうやら頑張ってはいたが惜しかった。ブッシュレインジャー勝ったのはマスタークラフツマン見事な勝利です。距離が伸びるとこれひょっとしたら変わってくるかもしれません。58キロもきついなこの2歳で。健康面か。フェニックス賞です。凱旋武士一部一番人気です。本命は山にシンデーラロンドンブリッジなんですよね。母親がダイジェスト、小倉オープン特別フェニックス賞2歳芝 1200m 電撃戦です。さあ短い直線に入ってここからが腕の見せ所。凱旋武士一部先頭前に迫るエルテイル。エルテイル抜けた。エルテイル先頭。エルテイル先頭だ。エルテイルエルテイル1着2着は凱旋武士一部3着に山人シンデレラ見事に勝ちました。エルテイル リーオフさんか。コスモス賞です。一番人気クラブは当選冗談ジャングルポケットエブリーウィスパーサンクか。まずクラブ馬なんでダイジェスト、札幌2歳オープン特別コスモス賞芝 1800m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。当選冗談先頭2馬身から3馬身引き離す。2番手強いな当選冗談。後続は大きく離れた。当選冗談打ち切りました。強い当選冗談圧勝ゴールイン。2着はアイアンルック3着にアグネスオール。これは桁外れの強さだ。当選冗談さあ小倉記念天の想定内ですが2番人気1番人気はカンパニーか。あカンパニーグリグリですね。なんか叶わないや。東方アラン浅草キングスが4番人気か。ダイジェストです。小倉 G3 小倉記念芝 2000m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。浅草キングス先頭2馬身から3馬身引き離す。後方から一気にカンパニー2番手は天の想定いない。浅草キングスゴールイン2着はカンパニー見事に勝ちました。浅草キングスサクサキングスなんですね。
クラブ浅草キングス4番人気でカンパニーを打ち破りました。アモノ想定内4着でしたね。もうちょっと伸びてほしかった。さあ海外遠征は3頭です。キャンキャン、ジュピター、ジュピター勝ちを積み重ねてほしいけどな。そしてブネアビスター、浜野初音ミクがデビューとなります。まず iPod はまあしっかりソードアーサー勝ちを積み上げまして、京都大商店ってこれ競合になるんじゃないかな、ならないかな、まあ、京都大商店予定してた馬がもう一頭いたような。っていうか2400強いんだったらもう凱旋門賞行くべきですね、この馬は。勝負すべきです。ここだけ竹豊かで勝負しに行くべきです。さあハニカミはどうするか、フィニックス惜しかったな、もうちょっと距離が伸びた方がいいよね。早熟か、やっぱり距離がちょっと足りなかったと思うんですよね。柔軟性は G、これは健康重視かな。でメンタルは S プラスなんで文句ないです。早く育成度上げないと。3周ぐらいのレースに出られればベストだけど、あとこのレースですね、これだと伸びますから、距離伸びるからチャンスではあります。いやいいんだ、これで放牧で頑張ってもらいましょう。想定内はスプリンターズ、まあ賞金がもっと稼げればな、まだ早いです。9月の4週以降ぐらいかな。じゃあ12の2300マイルから中距離、芝だろう。わあ難しいな、出すレースないやん。よいしょ、このレースか。まあスプリンターズも出ないわけじゃないんですけど、ちょっとなんか違うだろうとは思います。落ちてるよね。
ミーゴが、うん、ネクスト、アラバマステークス天野キャンキャンですが7番人気とちょっと厳しい人気になってしまいました。しかもレーティングは89ですからね。これはまあ厳しいかな。ネクスト6着か。ビバリー DS 天野ジュピターです。2番人気117、1番人気バカーレ、これはちょっと強いな。バカーレがダイジェストです。アリントン競馬場 G1 ビバリーディステークス芝 1900m です。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。バカーレ、さあ大激戦、外から差し切った北が遠くのか、届かないな。4着バカーレ、1着2着にはどうやらカタミアスタンプ、3着にヌーベルエリー、勝ったのはバカーレ、見事な勝利です。前が止まらなかった感じですね、思った以上に。ジャンロナ、ロマネ賞ダイワスカーレット1番人気130、ホッカーがダルジアが115で、このぐらいしかライバルいないよな。福永騎手しっかり勝ってもらいましょう。レースです。ドービル競馬場 G1 ジャンロマネ賞芝 2000m、 ダイワスカレットが挑みます。こちらフランスのドービル競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはナイサーゾーン、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくナイサーゾーン行きました。続いて前へ行くのはダイワスカーレット、さらにはミドルケイティーズ、 G1 馬プレミアムカナリナ、その後ろプレミアムカナリナ先手を取りました。その後ろからはサンパスイージス、その外にシリックタック、内からはダルジナ、黄色の帽子スープミリオン、その後ろ濃いつけましたかね、先段ですね。その隣にチューカロニス、その外からフレンドリーアイボリー、チャイムステータス、そのうちに続いています。並んで6番グレートアトランティック、アメジストチェーン、この馬もこのグループ、すぐ隣にアメジストエクソジェナス、しんがりからバッフドノーズマン、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前の方からもう一度見ていきましょう。最強女王ダイワスカーレット、一気に先頭に立ちました。その横にプレミアムカナリナ、さあ先頭は依然として14番ダイワスカーレット、プレミアムカナリナほとんど差がありません。ミドルケイティーズ3番手さあ先頭を伺う、このまま逃げ切れるでしょうか。追い出した王者の争いだ。ダイワスカーレット先頭、残り 200m、 力来ているがアドバンテージをキープ、後ろはどうか、内から一気にダルジナ、ダイワスカーレット、さあ差を詰められるがなんとか粘った。ダイワスカーレット1着、2着はダルジナ、3着にプレミアムカナリナ、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。ダイワスカーレット、まさしく日本が世界に誇れる馬です。福永鞍上ダイワスカーレット、ジャンロマネ賞を制しました。そして、2歳新馬戦か、ブエナビスタがデビューとなります。1番人気 1.8 倍ですね。
アプレザンレブをなかなか強い馬ですよ。一騎打ちムードですね。じゃあ行きましょう、ダイジェスト。札幌2歳新馬戦、芝 1800m、 ベエナビスタがメイクデビューです。さあ直線に入りました。持ったまんまです。ブエナビスタ先頭、後続とは3馬身以上、さらに突き放します。2番手はアプレザンレーブ。これはぶち切りましたね。段違いの強さです。2着はアプレザンレーブ、3着にエマリボンバー、これは桁外れの強さだ。ブエナビスタ、はい、おや、黒い馬が大好き。お、赤石さん。そして初音ミクもデビューです。一番人気 1.8 倍、こちらもグリグリとなっております。ハットを出して、ダイジェストいきましょう。小倉二歳新馬戦、芝 1200m を電撃戦、天野初音ミクメイクデビューです。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。オリーブシャープ先頭、前に迫る天野初音ミク、残り 100m。 なんだ、初音ミク抜けた。した2番手はオリーブシャープ、天野初音ミク1着、2着はオリーブシャープ、3着に当選プリテンス、これは桁外れの強さだ。天野初音ミク、桁外れ量産気味だな。悪くはないけどな。北九州記念、片野松健登場です。1番人気え、クラブはファリダットも出て3番人気となってますが、松健ね、そう、もうピーク過ぎてる感じもあるんですよね。ファイングレインか、サウダケアもう要注意。サウダケアって近況の成績ってどうだっけ。あんまり良くないな。それではちょっと厳しいと言わざるを得ません。ダイジェストいきましょう。小倉 G3 テレビ 西日本賞、北九州記念は芝 1200m を電撃戦です。さあ短い直線に入って、ここからが腕の見せ所。ファイングレイン先頭、外から松健来た。片野松健先頭、2番手は先頭に踊り出ましたね。片野松健先頭だ。片野松健ゴールイン、2着はパリダット、1番人気に応えました。片野松健見事です。58キロ何の園、札幌記念です。天の線の風ですが、5番人気あんまり良くない。松板ゴッホやポップロックが人気ですが、先方はでも先行策はいいと思いますね。線の風、ダイジェストいきましょう。札幌 G2 札幌記念、芝 2000m です。短い直線に入って、後続は届くかどうか。シャドウゲート先頭、外から祭りだゴッホ先頭、中割ってきたが、ポップロック祭りだゴッホ、祭りだゴッホ1着、2着にはどうやらポップロック祭りだゴッホ、見事な勝利です。人気通りでしたね。まあ検討はしたんですが、線の風。さあ海外なんと6頭、この週までとなりますが、すごいな。
セカチュウ和田、ああまあまあいいのか。春雷、さあ、説明書、ブエナビスタも2頭ともアスター賞に出るんだ。ブエナビスタも海外出したいですね。この辺とか勝負になるような気がする。出してみますか、ブエナビスタ。もちろんジョッキーはこのままではいけない、淀川じゃない。松井行くアスター賞そのまま出ていいでしょう。ちょっとやっぱり足りなかったかな。椿が、ある日はいいと思うが、エネループは、エネループはまあ、ん？本当にこれでいいのか。まあいいのか。ヘイトは一周放牧。キャンキャンもまあ一周放牧だよな。スマートハルコも一周放牧。スマートハルコンはこれ3勝目ですね。積み重ねてほしいとこですね、勝ち星を。けど選挙は、まあ、調子いいですからね。まだ1勝しかしてないけど勝ってほしいとこです。遅めですからね。千の風はスプリンターズ、札幌記念3着だからな。4日にもうやることあると思うんですけどね。オートピア出しましょう。ブルースリーが、ブルースリーは調子いい。これでいいのかっていうのはありますが、まあ大丈夫でしょう。小泉は惜しかったな。まあオールカマーでいいのかな。金利を恵まれたら勝ってた。あ、まあまあいいでしょう。ちょっと調子は落ちてるんで一周放牧します。ダイワスカーレットは次出す、どこに出すかですね。休ませるとして、エリジェは確かにいいんですよ。でも一層挟みたいとなると10月の1週以降で、まあここでバカーレとぶつけてもいいですけどね。オペラ賞あたりもいいと思います。これちょっと距離が長い。戦力も大丈夫だっけ。稼げるレースがないよな、まあ、当然フィリー&メアターフが稼げるんですけど、まあ、これするとエリジョとの間隔が短くなりすぎます。じゃあここにチャレンジしていきましょう。バカーノをちょっと、バカーノに挑戦します。そして iPod が、挑みます。
通に一周放牧ですね。僕は今週での菊田が舞長官、舞長官なんだ。いやいや、まだ3勝なんで G1 出ますよ。復活を2週以降で、ヘッドパインマイルで、あ、でもゲド戦記が出てんのか。こっちもいいな。でも2000は長い。じゃあこれか、ラモンティが強いな。ラモンティが強いからな。これだとアミーゴ出てるし、ダートだし、あ、難しいな。1200の1900か。むしろこの馬こそスプリンターズじゃないですかね。金車差、マツケン。まあ難しいな。てか、むしろ休ませずに来週に出た方がいいと思いますが、そうか。出せないんだ。だから、9月の2週以降なんですよね。この辺出してみるか。ちょっと竹豊かで、新潟記念でいいのか。まあいいのか。片当てにはもうオールカマー。まあオールカマーかな。オールカマーで本当にいいのか。牝馬ですからね、なんか出れるレースあるんじゃないの。思ったがない。意外とだから、まあ、ジャックルマンは勝利取ってるしね。割と隙があるんだよな、メイントロン。出してみるか、メートロンに。まあこうかな。ダートマイルか。まあ出すレースがないからな。すごいね、ほんとにオールカマーでいいのか。
いいのか。で、たまちゃんが空き店か。でも空き店じゃないような気がするよな。空き店じゃないよな。もっと長距離出したいよね。休ませて10月1週以降とすると、まあここに出てもいいんですよ。逆に言ったら62キロ背負されるからな。ああ、ここよりいいけど、ちょっともうちょっと距離がな。ロイヤルオークショーへ行きますか。シャメールが舞鳥かということで、じゃあレース行きますか。エッジアレンジャーケンスステークス肩の張る日、2番人気か。116、悪くはないんだけどな。リードスペインがもうすでに強い。レース行きましょう。サラトガ競馬場 G1 エッジアレンジャーケンスステークスダート 1400m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い、アイロン前に行きそうです。アンカークロスト、2コーナーのあのポケットカースタートですね。13番、ウィルビールーラ、その後ろ先手を取ったのはティズウェイ、好位置をキープしています。肩の張る日、並んで栗色の馬体グラスサドルス、すぐ隣にインフォームドディシジョン、ホリデージャッジ、そのうちに続いています。赤の帽子オリエンテートアジーズ、その後ろ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ1番ティズウェイ、まだ粘っています。2番手はウィルビールーラ、ホリデージャッジ、3番手肩の張る日、いい位置、安城のゴーサインに応えるか、うん、この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者先頭に躍り出た肩の張る日、だがまだわからない。大激戦、あでも抜け出したか。先頭肩の張る日、先頭肩の張る日、勝ちましたね。2着はリードスペイン、リードスペインを破りました。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。肩の張る日、まさしく日本が世界に誇れる馬です。お、待望の海外遠征を獲得。そしてバレリーナステークス、天の瀬家中1番人気、128なんでダントツですね。しっかり勝ってもらいたい。和田騎手です。あ、もう切り札取ってる馬だ。レース行きましょう。サートア競馬場 G1 バレリーナステークスダート 1400m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ドリームラッシュ、好スタート、綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭はドリームラッシュ、これに続くのがラビットボディ、さらにはブレインズアーメリア、2番ピクニックアームズ、その後ろピクニックアームズ、先手を取りました。その外にデイエンパイア、内からはソフトダブリン、すぐ後ろにマイルドパーチ、青の帽子クリスタルピホ、その後ろアルーリングブロンド、すぐ後ろその後ろにフリルアリーナ、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はドリームラッシュ、ドリームラッシュ、さらにリードを広げます。2番手はブレインズアーメリア、
間を挟んでソフトダブリン、3番手最強女王天の世界中まくってきましたね。天の世界中届くんでしょうか。リードは3馬身以上、いい背足だが天の世界中足色は十分前に迫れるか。残り200メートルを通過して天の世界中先頭に踊り出た。2番手はドリームラッシュ、すごい背足だな。1着天の世界中完勝、2着はドリームラッシュ、3着にソフトブリン、吉岡の F1 選考みたいだ。見事な勝利を収めました。 F1 まくり、天の世界中まさしく日本が世界に誇れる馬です。バレリアステーク3連覇となりましたね。ここを待ってたっていう感じです。パサーエースステークス天の冬ソナ1番人気104、これももう敵いないでしょう。先方的にも先行は有利ですね。レース行きましょう。サートア競馬場 G1 パーソナルエンスンステークスダート 1800m です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのは天の冬ソナ、綺麗なスタートを切りました、うん、ダッシュよく飛び出して、ね、天の冬ソナ花に立ちます。その後ろからはウィンチャットブラッド、この馬も上がっていく構えです。さらにはゴールドプローブ、足毛の馬体、ウェイトアファイル、その後ろ先手を取ったのは天の冬ソナ、大きく離れましたオリオールフラッグ、その後ろからはローオール、すぐ後ろにウェルクイーン、その後ろにアビリオンルーム、オフショアソルト、そのうちに続いています。ゲーミングシルティーク、その前に進出パピルスアップル、それに続きます緑の帽子アピティアミネンス、その後ろ並んで9番エントリーカリフォルニア、しんがりからパームキャシー、各馬砂煙を上げてかけていきます。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭は依然として最強女王天の冬ソナ、オリオールフラッグほとんど差がありません。間を挟んでローオール、3番手さあ天の冬ソナ、このまま逃げ切れるかどうか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者意地のぶつかり合いだ。天の冬ソナ先頭、後続は大きく離れました。残り 200m 追い出した。後続を引き離しにかかります。2番手はウェルクイーン、圧勝です。天の冬ソナ独走、天の冬ソナぶっちぎりです。2着はウェルクイーン、3着にロール、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天の冬ソナまさしく日本が世界に誇れる馬です。デルマオークス天の椿です。1番人気115か。これは絶対とはまだ言えないですね。勝ってほしいけどな。先方は先行有利なんで差しはちょっと不利です。ではレース行きましょう。デルマ競馬場3歳牝馬限定 G1 デルマオークス芝 1800m です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬きれいに揃いました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。ストライクオフ前に行きそうです。ソーダパール、それに続いています。さらにはユアクラン、9番グッバイヒトラック、その後ろストライクオフ先手を取りました。この辺りで各馬第1コーナーのカーブに入ります。さあ横に広がってますね。そのうちに続いています。セルフローカスト、それに続きます。オーケー、前行ってしまいましたね。その前に進出、好位置をキープしています。天の椿、スクイークアトランティガ、すぐ後ろこれに続くのがビショップインテンション、その外にアポロスパーク、さらにはビートエンジェル、すぐ後ろにトランクイリティエミーレ。さあ4番手ぐらいコインつけてますね。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭から14番ストライクオフ、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、悪くはない。この位置はこの辺りで各馬第3コーナーに入ります。前はストライクオフ、
2番手はサフランバーチ。さあここからどこまで伸びてくるかですね。天野椿失速開始した。この位置から届くのか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ストライクオフ先頭。あ、いい伸びをしてます。天野椿ストライクオフ先頭。あと 200m。 さあ後ろからは来てないね。2番手は勝ちましたね。天野椿この馬で決まりか。天野椿最後はちぎった。段違いの強さです。2着は微妙です。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。天野椿まさしく日本が世界に誇れる馬です。三冠狙っている馬だからここ負けられないですよね。はい、あ、大舞台いいじゃないでしょうか。さあインターナショナルステークス天野ブログ一番人気。ブログもまだですね、137、打ち切りではありますが、コンデュイットナポリコンボージャーか。レース行きましょう。ヨーク競馬場 G1 インターナショナルステークス芝 2100m です。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはナポリコンポージャー。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してナポリコンポージャー花に立ちます。その後ろからはトーキングワルツ。この馬も上がっていく構えです。天野ブログ、どうやら後ろからになりそうです。では前の方からちょっとあまりスタート良くなかったな。ブログはナポリコンポージャーすぐ後ろ、ナポリコンポージャーがいいスタートに対してちょっと気になります。それに続いています。その隣にノベルイーストン、すぐ隣にコンデュイット、その横にトーキングワルツ、すぐ後ろにアンカシークレット。 1000m を通過。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。そうそう上がってきてほしい。その後ろセイントリーシンダー、この馬もこのグループ。その横にスリープデジャブー、その外にエニータイムファインド、内からはイースターリングエナジー。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。天野ブログ、後ろから最後方にスモークシェーバー、各馬鮮やかな後ろから2投目ですかね。天野ブログさあそうそう仕掛けてくる。2番手はナポリコンポージャー。ナポリコンポージャーが JPEG を来ている。まだ後ろ、さあナポリコンポージャー打ってきたが、残りあと400m。 さあ近づく伸びてくる。天野ブログ、先頭に踊り出た。後続の足色もなかなかいい。2番手はナポリコンポージャー勝ちました。強い天野ブログ、いい背足。2着はコンデュイット、3着にナポリコンポージャー。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。天野ブログ、まさしく撫で切りましたね束を。そしてヨークシャーオークス天野さくらです。1番人気115。あ、これは厳しいな。一応レース見ていきましょう。ヨーク競馬場 G1 ヨークシャーオークス牝馬限定芝 2400m です。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃った見事なスタートを切りました。どの馬が先頭に立つでしょうか。インプモナーコス前に行きそうです。ウェディングブリュー、それに続いています。さらにはイルーシブシャーガー、 G1 馬ガーレミ、その後ろ先手を取ったのはインプモナーコス、その後ろからはサンクラシーク、その外からグラマーレイブン、シェイディガーデン、そのうちに続いています。その隣にファーザーウィルウィン、内からはバラデューズ、
ハーモニーシップ、すぐ後ろ並んで1番リンカスエポナ、その外にフィーインサイド、これに続くのがグラフピードライン天の桜、この位置です。黒の帽子スカートベンチャー、その後ろしんがりからネクストイースト、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。10番インプモナーコス、依然として先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。リードは1馬身から2馬身、これに続いてダーレミ、すぐ後ろにイルーシブシャーガー、さらにはウェディングブリュー、バラデューズ、それに続いています。すぐ後ろにシェイディガーデン、並んで12番サンクラシーク、内からはリンカスエポナ、並んで5番ハーモニーシップ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ混戦のままでも後ろにいるんですね、相当届くのかなこれ。内からはフィーインサイド、さあ先頭は依然として G12 勝インプモナーコス、2番手はダーレミ、イルーシブシャーガー、ダーレミが2番手、まだ動きません。結構後ろですね、届くのか天野桜。いやでもいい背足だぞ天野桜も。あーでも前にいるんだよな、2着がいいとこか、惜しい。1着でゴール、2着にはどうやら天野桜、3着にバラデューズ、勝ったのはサンクラシーク、見事な勝利です。金量か、もうよく伸びましたけどね。札幌、これは飛ばします。さあ3頭ですね、ブラックキャビア、天野ヒーロー、天野ドロロの3頭がデビュー。2頭だけですね、金引きと天野想定内。お、ジャンプ、アマナイモード07、シャメールが、まあ一応か、勝ちたいんやどうするかですね。10月の1週以降、後出しじゃんけんみたいな形で出ないといけないですからね。意外とないんだよな、出れるレースが。となるともうこれ南部杯 JBC 出るしかないでしょうね。中牝馬ステークスはいいところだと思います。でもね、もう9月か、9月を3週とかなんかないんかな、距離が微妙に長いよね。あ、でも2100いけないわけじゃないのか。やってもいいかもね。あ、小泉勝ってるのか。あ、強いですよね、サルカバは。ただ2400は上限なんですよね。そこに隙が出てこないかなと。
ちょっと期待しましょう。キンシャサはスプリンターズ。マツケンはスプリンターズは出しませんね、さすがに。県制杯とかいいと思うんだけどな。いやでも県制杯じゃないな、やっぱり。ん？ 1000 から2000だよな。富士ステークスだ。西富とじてが、フィソナは急勝か。こんなとこで黙っちゃいけません。ダートのレースがないんだよな。まあここに出てもいいけど、やっぱり本当の目標はね、ここですよね。あ、海老名でいい。なかなか勝負弱いよな。あ、天皇賞秋でいいでしょう。あと一つなんです。ハウル調子上げないといけません。でスマートハウコン、ゲド戦記は喉内改善。2400かまあ持つんかな。オーケンブルースリーって距離持つんかな。ナバウはもしかしたら菊花賞もいけるかもね。芝田と両太陽、横乗りかな。でブエナビスタが次くアスター賞、花遣いじゃなくてドロロか。ドロロは
山の騎手。こちらも両対応ですね。今の騎手年齢いってしまってるからな。和田龍二に任せます。そして主戦をもう和田にします。で最後ブラックキャビア竹豊か。主戦は竹豊でいいでしょう。はい、ということでクラブの知人もまあみんな相変わらず、ま、伊坂さんだけだな威勢がいいのは。いい背足だったよ生のブログ。金引き最上位。賞金ノーザンと安平並んでるな。ペールギュンター金引きだもんな、まあ、なんせ繁殖牝馬の数が違いすぎるよな。数の暴力だもんな。フォーアームとか頑張ってはいるんだけど、あとカブトファームが100超えてますね。天満の賞金順ですね。これが現役馬の持ち合い圧倒的吉野ファームですね。リリーズファームなんだろう。社代の系列かな。ですが、ナニアハーグはずっとあれですからね、5位ですから。川牧場は4位か。今上がっては来てるんだけどな。はい、心境著しいっていう感じはあります。はい、ということで、今回ここまでです。9月を1週までということですね。はい、
この配信はツイッチで配信を行ってきました。ツイッチアカウントフォローをぜひお願いいたします。ツイッチプリーズマイアカウントフォロー。この動画のアーカイブ2日後に YouTube にアップロードいたします。プレミア公開の予定です。YouTube ぜひご訪問お願いします。またチャンネル登録、動画の高評価もお願いします。 My YouTube チャンネル This Live Archive Up Two Days After My YouTube チャンネル Subscribed and Good Button Please。 旧 Twitter の X のアカウントを持っております。ぜひ、ご訪問してしに来てください。アカウントフォロー、リポスト、リポスト、いいねもお願いいたします。TwitterX、Please visit and account follow、ポスト、Please リポスト and good button please。ということで、夏競馬の、シリーズですね。やっていきました。次回から秋競馬に入ります。ぜひ次回もお楽しみに。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。